いただきます。いただきます。はい、バリちゃんとね、ご飯、もう鹿児島来たら僕一人ですから、ちょっとバリちゃんと一緒にご飯食べていきたいと思います。バリちゃんよろしく。これはね、青森県産のニンニク。おおおおお、うまい。あ、うまっ。うまい。やばい。うまい。これニンニク今日5個ぐらい入れたんですけど、明日のためめっちゃ疲れてるから。うめっ。バリちゃん知ってます？バリちゃんなかなかファンキーでしょ。ただただ食べてるだけ。あー、うまっ。やばいな。うますぎるだろ。このニンニクが半端ない。あ、うまい。バリちゃん癖にならないですから。バリちゃん、バリちゃんなかなかいい味出してる。今日喋ってないよね。喋ってない、一言も喋ってないな。あー、うまい。ぼやけないですね。これ夕食を食いながらぼやくっていうシリーズなんですけど、ぼやけない。明日マジで癖だろうな俺。今日バリちゃん喋ってないね。
まい。バリちゃん喋んないね今日。バリちゃん調子悪いのかな。バリちゃん、バリちゃん何かは考えてるな。いや、ニンニクやばいな、これ。ニンニクココって食ったことあります？なんかホクホク。お、ワイルド。バルちゃんワイルド。バルちゃんワイルド。ひたすら食う。あー、うまい。このご飯もお客さんから、まあ、あの石井農園っていうね、お客さんの米なんですけど、うめ。石井農園の米はあのね、米だけで食えますからね。マジで米だけで食えるっていう米あります？あんまないですよね。もう米だけで食えば、おかずなくても。お腹いっぱい。結構食べるのも結構疲れますね。食べるっていうのも結構疲れるな。結構ご飯入れたからね。すいません、電話が入りました。電話が電話が入った。今日バリちゃん喋んないね。一言も喋ってないよ。え？マジで？うっそ。うっそ。一言も喋んなかったよ、バリちゃん。ちょっと待って。すげえな。
ちょ次、これ、なんだろう、餃子みたいですね。餃子だいぶ作りましたね、バリちゃん。お、うまそう。適当に味付けしたので、鶏しそ餃子34。バリちゃん喋った。鶏しそ餃子34個です。鶏しそ餃子34個。適当に味付けしたので、どんなものか全くわかりません。うん、なんやねん。次なんやねん。まあ、うまいだ、うまいでしょうね。うん、うまい。うま。うま。いや、僕もね、完遂しますよ。あのドラゴンボール盛り、ほら。ドラゴンボール盛りも完遂するでしょ。ああ、鶏肉と野菜を半々ぐらいで入れたんで、ジューシーです。ジューシーです。いや、でもこれは見た感じうまいな。シソもいい感じに香ってます。いや、シソは合うよ、うん、うん、おお、危ねえ。食べた、結構な量食べたと思いません？いや、バリちゃんやっぱいい味出してるな、バリちゃん。いや、34個ってなかなかファンキーじゃないですか。34個だいぶ作ったね、バリちゃん。バリちゃんだいぶ作ったね。ひたすら食うっていうね。いや、僕も食いましたよ、結構。食ったんじゃないですか。ドラゴンボール盛り食いましたよ、ほら。野菜も全部食ったし、もうニンニク5個入れたから結構ね、ビンビンになると思いますよ、うん、
やばい、やばい、出る、出そう。いい色。これ34個食えるんですかね、バリちゃん。17分。結構バリちゃんの動画の中では長いかも。17分だけ全部食えんのかな、バリちゃん。34個。ひたすら食べるっていうね。お、あと3個。あ、結構来てる。結構チーズは何にでも合いますよね。あ、バリちゃん味変えたんだね。粉チーズ入れたっぽいですね。粉チーズをかけたっぽい。あ、結構きつい、結構きつい感じだね、うん、お、最後、完食。バリちゃん完食。バリちゃんね、グレムリンみたいで可愛いんすよね、バリちゃん。まさか、まさかの5ミニ、まさかの5ミニ来ましたよ。5ミニ、5ミニ来たな。言わんの、何も言わんのかい。言わないの。なんか痛そうだよね。今日だって100個ぐらい食べれそうな気がするんですけど、意外と40個でもなんかいっぱいなんですよね。100個1回50個食べた時はやばかったですね。まあ、具をパンパンに入れてたんで、まあ、それもあるんですけど、今日もご飯と34個なんでお腹いっぱいです。お腹いっぱいだし、働きたくない。あ、今ボソッと働きたくないって言った。いや、バリちゃんの本音出ましたね、今。働きなくないって。今バリちゃんの本音出たぞ。バリちゃん8700人チャンネル登録ですね。バリちゃん伸びてるな。バリちゃん頑張ってるな。バリちゃん頑張ってますね。8700人、もうちょっとで1万人のチャンネル登録者数になる。すごくないですか、バリちゃん。これね、バリちゃんチャンネルはね、かなり癖になりますので、8700人ですよ、すごくないですか。しかもさっきの動画なんか喋ってないですからね。喋らず黙々と食うみたいな。8700人、1万人ですよ、すごくないですか、もうちょっとで。僕がバリちゃん見つけた時はチャンネル登録数確か3000人か2000人ぐらいの時に見つけたのかな。それから急成長して、まあこれ癖になりますよね、バリちゃん。何なんだろうな、バリちゃん持ってる、バリちゃん持ってる、非常に持ってる。僕はね、この発掘しちゃいましたからね。バリちゃんマジでやばいっすね、持ってる。なんかね、独特の間合いがあるんですよ、バリちゃん間合い。バリちゃんの間があるんですね。このバリちゃんの間がこうバリちゃんなんですよ。わかります？このバリちゃんの間がマジで最高なんですよね。何なんですかね、あの間。バリちゃんの間はすごいですよ。ということで、まあ、今回、まあ、東京から鹿児島まで帰ってきて、自炊さっき作って、飯食って、
これもう飯動画って僕久しぶりだな。こう一応あるんですよね、ぼやき夕食だっけ、夕食を食いながらぼやくみたいなんですよね、確か夕食を食いながら適当にぼやく、これだ、夕食を食いながら適当にぼやく、ほらこれね、6番5番目バリちゃん食ってるでしょ。どうもー、やってまいりました、ご飯やってまいりました、バリちゃん行ってみましょう。ほらバリちゃんね、バリちゃん出てるよ。なんか自分のチャンネルを自分で映すってなかなか、お、これなんか絵的に良くないですか、絵的にバリちゃんと一緒に食べてる、あバリちゃんと一緒に食べてるな、この夕食を食いながらぼやくっていうのは、まあ、バリちゃんと一緒にこう戯れるっていうのもあるんですけど、実はですねこれね、あの広島に和田さんっていう人がいるんですけど、和田さんがこれをなんか見てるみたいで、吉田さん最近ないっすねみたいな、最近なんかバリちゃんと食べてる動画ないっすねみたいなのあって、で今日やろうと思ってたんですよね、あの、まあ、帰ってきたんで、まあ、和田さん見てるでしょうねこれね、和田さん、和田直樹見てるでしょ、和田直樹見てるでしょ、実名ね、実名、あの Facebook で和田直樹で検索してください、そうするとこんなの出てきますから、ちょ和田直樹もうさらそう和田直樹はさらしても大丈夫だと思うんで、あ、いた、あ、ここやばい、じゃあこれ面白いな、この写真面白い、宣伝しときますよ、和田直樹の宣伝、ウェブ初心者のためのウェブ集客コンサル担当和田直樹オフィシャルウェブサイトこの写真ね、マジでいいんですよ、これこの写真ちょっとアップしてみましょうか、アップ耐えられるかな、ほらこれねこの写真なかなかファンキーでしょ、なんか和田さんがこれリクエストしてたんですよ、リクエスト、吉田さん最近バリちゃんと食ってるやつないですねみたいな、いや作る予定だったよみたいな、和田直樹見ます、和田直樹のプロフィール写真いやーこれね神がかってますよね、このプロフィール写真、これどうしたらですよ、こんな写真が撮れるのかわかんないですね、うん、どうしたらこんな写真が撮れるんでしょう、うん、素晴らしい、まあ和田さん見てると思いますけど、うん、まあこれからまた動画をガンガン撮ってきますんで、うん、では終わります。お疲れです。寝る。